NHK でライブライブがやるなんて思いもしてなかった。だがしかし、あんだけ人気があれば理由はわかります。うん。みんなに見てほしいもんね。うん。どうも、ナベです。まあ、年明けてから2日経ちました。今日からですね、NHK でラブライブが放送してました。さっき見ましたよ、僕。うん。一気ね。うん。やっぱいいね。うん。見てください。次は9日です。1月9日。見てください。うん。でですね、実は去年買ったんですね、これは。再販されてようやく、やっと見つけて買ってきたんです。いっけーハーゲンダッツ花、餅、ミル、たらしくるみ。これね、まあ皆さんご存知の通り、もう一個はきなこのやつだっけ？そう、とこのくるみ、みたらしのくるみのやつが確か去年2月ぐらいだっけ？ 1 月ぐらいに発売されて、めちゃくちゃ人気で、すぐ売り切れちゃったんですよ、これ。で、生産追いつかなくて、販売が一度中止になってしまって、去年の12月頃、だっけなにまた再販されたんですけど、人気すぎてすぐなくなっちゃってて、でようやく見つけて買ってきたんです。で、僕きなこの方は食べたんですよ。うん、こっちはまだ食べてないんで、うん、こっちを今回は食べます。うん、欲しい人は早く買って食べた方がいいと思います。もう買いだめしておいた方が、買いだめ、うん、またハーゲンダッツ高いですよね。うん、普通のアイスよりは高級感あるので。おっ、わ、あれ？これ、くるみ入ってなくね？あ、中入ってるのか。すごい。みたらしのタレが凝ってる。よいしょ。あ、やらっけ。あ、硬いわ、やっぱり。よいしょ。おー。よいしょ。おー。あ、やっぱりそうだ。中にくるみが入ってる。いただきます。うまい。うまし。こっちも美味しいですね。きなこのも美味しかったですけど、こっちはこっちで合いますね。このみたらしのとアイスが。うん。うん。あ、美味しいこれ。美味しい。うまいぞ。よくこんな考えつきますよね、本当に。なんか、ハーゲンダッツって他にもいろいろ味ありますけど、うん。あ、うめ、これ。うん。でもったいないんで、取っときます。感想、めちゃくちゃうまい。うん。超うまい。まあ、食べたことない人は、うん。まあ、まだ今いると思います。うん。でもね、人気すぎて、またすぐ売り切れちゃうと買えなくなっちゃうんで、お早めにご購入することをお勧めいたします。うん、ほんとうまい。こっちも美味しいですけど、もう一個の、きなこの方も美味しいんで、そちらもぜひぜひ食べてみてください。本日も見ていただいてありがとうございました。バイバイ。よろしかったら、評価やコメント、チャンネル登録など、よろしくお願いいたします。それでは。